心の衣装には色の違う部分がこうあって、この胸の部分色の違うところとか、この裾のところに何の模様なんでしょうかね、が入っているので、それを布で切って貼って、見たいと思います。その布をどうやって用意するかというと、ほつれ止めをするんですけども、この縁だけほつれ止めをすると色がその部分だけ変わっちゃうので、全体的にほつれ止めをしていくんですけど、そこでちょっと考えたのが、これサランラップを引いて、ちょっと試しにこれをでそのほつれ止めを塗っていくんですけど、ここに水を少量用意します。で、木工用ボンドですね。割合としては木工用ボンド1に対して水が4ぐらいになる量ですね。ブニューっと入れて、水で溶かした木工用ボンドを作ります。で混ぜます。この時ちょっと太い筆があると便利ですね。で溶かします。よく溶かします。この木工用ボンドの塊がなくなるまでちょっと溶かします。木工用ボンドの塊がほとんどなくなったら、これを布に塗っていきます。結構ビシャビシャな感じで塗っていきます。動画だとちょっと分かりにくいんですが、この布全体をまんべんなく塗るぐらいに。乾くとですね、ほつれ止めにもなってるのと、あと生地が硬くなるので、切り取りとかの作業がとてもしやすくなる気がするんですよね。まだ細かいところはやってないんですけど、テストの段階ではかなりいい感じなので、これはちょっと時間がかかるので、塗って固めてあるやつを用意してあります。これこっちが糊塗ってない柔らかいもので、こっちは糊塗ってるかなりゴワゴワした方ですね。どれだけほつれ止めの効果があるかっていうのをちょっと試してみたいと思います。これ糊をつけた紙なんで、紙じゃないや、布なんですが、こんな感じで引っ張ってももう全然端が、まあ、ちょっとこうぐちゃぐちゃとかやったらほつれちゃうかもしれないんですけど、まあこのぐらいの引っ張ったり縫い物したりしたりでほつれたりしなくなるので、こんな感じのほつれ止めの下布を用意してます。でこれを今度胸の形をこれで作っていきます。こんな感じの形のものを切ります。まず固めた布にチョコペンで輪郭をなぞっていきます。でお腹のこのおへそぐらいまでなので、下の方はなぞらなくて、なぞってないです。でこうして、でここがこんな感じですね。これをまず描いたら、首の真ん中ら辺はちょうど半分ぐらい、ここかな。で、この白い真ん中にひし形があるんですけど、そこがおへそよりちょっと上あたりがいいかなと、を目印して、でこのひし形のマークがちょうど胸の下あたりなんで、このおっぱいラインの下あたりなんで、ここら辺
ということはひし形がもう少し大きくないとおかしいから、このぐらいですかね。ちょっとさっき書いたのはもうちょっと下の方なんです。もう少し上か、もう少し上のこんな感じで線を引いたら、目印つけたら、まずこれを、これがそもそも半分なのか、だいたい11センチですから、半分はここたら真ん中に線をまず引いて、これがセンターのラインになるんで、ひし形の形はちょっと上寄りなので、ここにこうひし形を書くんですけども、さっき2センチでちょっと大きかったんで 1.5 で、ぐらいにしとこうかな。これを点で結びます。こんな感じですね。で、ここからこの胸のラインに行くんですけども、さっき調べたらこの止めている下あたり、ここの部分になりそうなんで、これで失敗したら完全に他の色になっちゃうんですけど、こんな感じで線を引いて、はい、とりあえず線引きは完了なので、ここからロータリーカッターでカットしていきます。でカットするときはこの大事な方じゃない方を外側にした方がいいと思います。私何度かこの逆転して失敗して大事な布をお釈迦にしたんで、こうですね、こう外側線の外側を切っていく感じで、これでしたら多少失敗しても後戻りできるので、首はちょっと余分を残しとこうか、こんな感じで。はい、切れました。こんな感じですね。これが、ここが折れ曲がって、ここに胸の下にちょっと短かったかな。今度この胸のところに貼っていきます。いつもの竹串と裁縫上手を使って、ここにべっとりのりをつけていきます。ボンドをつけていきます。木工用ボンドで固めないときは、こうのりのボンドの水分でシワシワになっちゃったんですけど、多分ボンドで固まってるのでシワシワになりにくいと思うんですけど、どうでしょうか。
足にちゃんとボンドが来るように竹串でこううまく縁にボンドをつけていく感じですね。でこの時にこの肩マットにボンドがくっついてもはみ出してもいいぐらいの感じでやると綺麗に縁につくんで、思い切って作業をしてます。貼っていくんですけど、結構このボンドをやるときに手がベトベトになるので、ウェットティッシュを出して作業をすると結構いいんですよね。合わせながら、この縁は後でバイアステープで止めていくので重なってなくても大丈夫です。細かいところは気にしません。ちょっとはみて、まあ、なかなかいい感じ。雑かな。あんまりあれですね、色の境がよくわかんないですね。これだと。でもこれで貼れたので、とりあえず一丁上がりと。裾の模様はどう作るかというと、大変嬉しいことにですね、実際に心の衣装を作られたっていう方がコメントをくださって、そこの模様の部分をこのネームテープを使って、作られたっていうことを情報をですねいただいてですね、この場を借りて御礼申し上げます。そのティアラさんの案をちょっと参考にさせていただいて、アイロン接着のネームテープを使って模様を描いて、圧着していきたいと思います。どのぐらいのイメージで描くかという、この大きさで描くかっていうのをちょっとイメージしておかないといけないんで、こんな感じかなって。ちょっと高さはちょうどいい感じの高さで、あと幅は、まあ、あんまり欲張ってもしょうがないんですけど、まあ、後ろまでしっかり作りたいので、まあ、これもアバウトにちょっと余裕を見て、このぐらい。ちょっとピンボケてしまうので線を入れてるんですけど、こういうのを練習するときは実際に紙に一回書いた方が、イメージしやすいんですよね。まあ漠然とこんなイメージかな。このつなぎ目がちょっとよくわかんないんですけど、多分これがこうなって。でこれもこっち側にもう一パターン来る感じですね。まあ、かなり適当ですけど、先ほどのイメージができたら、じゃあどれぐらいのサイズで描くかっていうのを今度寸法を測っていくんですけど、だいたい中心から真横に来るぐらいに、また模様、同じ模様が来てるので7センチぐらいですかね。こっちも同じかな。仮にこれが中心だとすると、これは
線を描いた方がいいのかな。少しですねサイズを大きくしてみたので、これをカットしてみます。はい、できました。こうなってこれを3つ作ればいいのか。これをここに書き写して、でこの時もずれないように、線はチャコペンで描いちゃいます。一応水で後で消せるので、こんな感じで描けました。この型はまた使うので大事に取っておいて、でこれをナイフで切っていきます。で若干ですね、今書いてたっていうか貼り付けたら、ちょっとこの先端がやや怪しいので、ここでちょっと修正を、先端がずれてるんですよね少し。デザインナイフで切ってみます。お、切りづらい。ゆっくりちょっと切らないと、波打っちゃうんで、手を置くと線が消えちゃうので、なんでだ。はい、切れました。これがこんな感じで貼り付くと、それっぽい。久しぶりのアイロンをやってみたいと思います。布にこんな感じで当てて、でこれがちょっとずれてたんで残念なんですけど、これに合わせるとちょっとずれちゃうんで、ここのちょっとずれはまあしょうがないというところで、これに、当て布って、これでいいんですかね、こんな感じでして、10秒から20秒、1、2、3、19、20、はい、ついたかしら。ついてる、バッチリ、はい、できました。ボンドより簡単でした。じゃあ着せてみます。じゃじゃん。でこれが着せてみたところです。ちょっと色が映えないんですけど、なかなか、まあ、形はいいのではないかなと。チャコペンは水で消
消えますので、水をつけた筆で線をなぞると多分消えるはず。消えないかな、消えるはずなんだよな。なんかはっきりと消えないですね。あれ、消えると思うので、消えなかったらちょっと軽く選択します。こんな感じで両サイドにも貼ってみました。ちょっとここがずれちゃったんですけど、まあいいかと。で、後ろはまだ決まんないので後ろには貼ってないです。これで着せてみると、こんな感じに。すごいですね、ティアラさんの編んでやったらすごい綺麗に仕上がりました。多分これ糊でやったらこんなに綺麗に、あ、糊じゃないや、ボンドでやったらこんなに綺麗に仕上がらないので。これが色取れないんですよね、なぜか。なぜだ、あれ、レガラボラすぐ行方不明じゃん。次回までに何とかするというところで、何とかならないかもしれないですけど、今日の目標、ここの胸の部分を貼るというのと、この何て言うんですかね、レリーフじゃないですけどができたので、これすごくティアラさんに教えてもらった、なんだこれ、ネームテープで貼るっていうやり方、すごく綺麗にできました。ということで、次回は今度この枠を、一応素材は買ってきてるのあるんですけど、金色のものか黄色のテープを貼って縁取りをしていきたいと思います。今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次回も頑張って作っていきますので、ぜひご覧になっていただければと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。